高井正人ビバントはあと2回では終了しない劇場版スピンオフ木村拓也も続編制作を探る TBS 系日曜劇場ビバント第8話が9月3日に放送9月17日にファンミーティングを開催することがテロップで発表さらに予告編終了後には次回第9話10日放送 放送前に150分もの生放送特別番組があることが明らかになった。特番は、月19時から堺雅正人、49、安倍博士、59、二階堂踏み、28、二宮和成、40、松坂通り、34、ら豪華キャストが登場し、MC は、キリン津川島明、44、小穴、27のフラビット、コンビがむめる。 生放送終了後の21時30分から、リバント第9話が放送される。今回重大発表があることは放送前から告知されていたため、放送なのではラストは映画版化などの憶測が飛び交い、9月1日にはニュースサイト、ニュースポストセブン、小学館において、通常の連ドラ枠での続編制作が検討されているとも報じられた。 アクタープできたらという条件付きの続編検討という話で確定情報というわけではありませんでした。ただ2025年放送に向けて準備し、すでに出演者のスケジュール調整の打診があったなど具体的な話でおり、実現可能性は十分ありそうですね。女性指揮者。とはいえ、今回の重大発表が続編決定でなかったのは事実。 大作、ビバントはあと2回で終わるのか。ドラマ制作会社関係者はこう話す。続編の可能性がなくなったということではないと思います。そもそもあらゆるところに謎を仕込んで、視聴者による考察を盛り上げる作品なので、早い段階で続編制てしまうと、ああ、完結しないのかという形でのネタバレになってしまう。 ラストがどうなるかというのが最大の考察ネタであることを考えれば、簡単に続編決定を発表するはずがない。ただ、貝殻、クリフハンガーと呼ばれる、明らかに次のシーズンにつながる終わり方をする可能性があるとは言われていますね。正直あと2回で終わらせるには謎が多すぎるし、すべてを語り尽くすには、時間が足りないですよね。